令和6年4月20日土曜日、今日も山菜採りにやってまいりました。今日はいろいろ採れそうなので楽しみです。ゼンマイの姿が多く見られます。ゼンマイ、これは花いかだですね。花いかだ、まだちょっと新芽が小さい。綺麗なゼンマイ。タラの芽が少し早いです。いい腰油の木ありました。いいタイミングのようです。腰油、ちょうどいいサイズの腰油の木、何本かあります。いい腰油が取れました。グッドボタンチャンス。日陰のタラの芽はちょっと早い。もう少し。極太腰油、このサイズ、極太腰油、この葉の茎の数11本ありました。11本、記録、最高記録級。腰油の木横に、これが鷹の爪。まだちょっと早くて取れないけど、これが鷹の爪。ちょっと来るのが早すぎた。こごみを取りに来ました。次はわらびです。柔らかそうな、美味しそうなわらび出ています。わらび、わらびです。ちょうど今日出始めたのかな。ここにも出たばかりのわらびが2本並んでます。わらび、ゼンマイ、
タラの芽。ああ、でかい。大きいよ。太いよ。はい、今日は昼から山菜採りしてきたんですが、時間も4時半を過ぎて、少しずつ暗くなり始めたんで、今日は、このウド取って帰りたいと思います。クマ怖いんでね。今年初ウドになります。ウド、山のウド出始めました。令和6年もの初ウドゲット。最後最後と言いながら、これが最後のウド。このサイズ、この季節の美味しいウドもらっていきたいと思います。はい、こんな土に埋まっているようなサイズのウドも取ることができました。さあ、これでこそ本当に帰りたいと思います。はい、今日は山菜6種類かなりメジャーなものを取れました。ウド、タラの芽、ゴモミ、シアブラ、ゼンマイ、わらび。このゼンマイとわらびはアク抜きが必要です。あとの4つは今日の晩ご飯で食べたいと思ってます。それでは今日の採れた山菜で作った晩ご飯、天ぷら5種盛りは、好み、これは今日採れてないですね、タケノコ、ウド、コシアブラ、タラの芽、そしてコシアブラの胚芽米、もち麦入りご飯、こごみの、シーチキンマヨあえ、うどの酢味噌あえ、そして、これは自家製のなんだっけぬか漬けに銀色のやつ。土曜日なんで黒霧島もついてます。いや、毎日飲んでます。毎日飲んでます。はい、それでは皆様ご唱和ください。初うどに乾杯。それではその初うどからちょっと初うど、1年ぶりのうど、おいしい。そして、酢味噌あえ、まだちょっとサイズ小さいけど、絶対この若いのおいしいと思います。うどの酢味噌あえ、生です。うどの香り口に広がります。うどの酢味噌あえ最高。うど好きにはたまりません。そしてこごみ、ツナマヨあえ、どうしよう、
か、うん、本当だね、うん、サックサクだよね、うん、美味しい。この見た目からはね、ちょっと想像つかないと思いますけど、めちゃくちゃ美味しいです。小麦、コシャブラ今年初めて天ぷらにしました。コシャブラの天ぷら、コシャブラご飯にバウンドさせて。どうですか、香りが、うん、うん、うん、まあ、うん、美味しい、美味しい、うんうん、あ、ここでコシャブラご飯いっておきますか。もち麦、灰が、はい、コシャブラご飯、うん、絶対美味しい好みの天ぷら、うん、はい、ここにはこれくらい太いやつが美味しいね。太い方が柔らかい、あの細いやつよりも筋っぽくないっていうかね、うん、それではタラの芽、なんかいつもよく通ってる場所、こんな太いのあるの今日初めて気づきました。やっぱりタラの芽は王様、安定のうまさ、そして前回取ったタケノコかな、それは煮て冷蔵庫で水煮状態で保管してあるタケノコです。タケノコもそろそろだいぶ大きくなってきてるんじゃないかな。うん、タケノコ何度食べても美味しい春の味。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。